今回ですね、まあちょっと丸みを解消したい方はぜひね一緒にやっていきましょう。小川慎弘です。はい、今回の動画は有料級鼻先の丸みを一瞬で解消する裏技をあなたにお伝えしていきます。はい、久々のねまた鼻動画なんですけども、まあ、僕の動画の中で一番多いのはやっぱこの鼻関連なんですね。まあ、たくさんね見ていただいて、その中でコメントもですね、もうちょっと数が多すぎてどれやったらいいのっていう質問がね結構多いんですね。で、まあ本当にですね、あの鼻の悩みってみんなそれぞれで、まあ、今まで挙げた鼻先の丸みを解消したりとか、豚鼻とかわし鼻とか鼻筋がないっていう方とかを出したりとか、まあ、いろんな関連動画あるんですけども、まあ、本当人によってどの動画が一番効くのかっていうのは正直ちょっと分かりにくいところなので、もしまあいろいろねタイトルサムネ見てもらってお試しいただいて、もしその効果が感じれないんだったらまた次の動画を試していただいて、20本以上あるかと思うんですけども、その中でも特に効果を感じれるものを試してもらえるといいかなと思います。で、今回はそんな中でもですね、まあ、特にコメントの中でも多いこの鼻先の丸みを解消したいっていう方が結構多かったので、それをさらにまた今までの中でもバージョンアップさせたものを今回披露したいと思います。で、まあ鼻なんでね、いろんな美容グッズなんかもたくさん出てるじゃないですか。ノーズクリップとかで、僕もそれ買って試したことあるんですけども、鼻のアイプチっていう道具というかそのグッズもあってですね、なんかシリコンみたいなこう縦長のやつを鼻の中にこう入れてですね、中入れてる状態だと見えないんですけども、そうすると鼻の丸みが中でキュッとこうプラスチックみたいなシリコンみたいなのがキュッと立つので、鼻がねすごく高くなるんですね。で、それ買ってねうち置いてたら、うちの奥さんもう元々鼻上向いてる人なんで、入れると本当にね整形したみたいにごく自然に綺麗な鼻の形になってましたから、まあ、そういったものを併用してやってもらうのも全然ありだと思います。ですので今回ですね、まあ、ちょっと丸みを解消したい方はぜひね一緒にやっていきましょう。はい、今回のミッションはね2つです。で、まずですね、鼻の丸みを解消するためにはですね、鼻周りの筋肉を緩めなきゃダメなんですけども、鼻っていうのはですね、ちょっと目頭のあたりから鼻骨っていう骨があって、で下半分は軟骨なんですね。鼻骨自体はもう骨なんで、これをなかなか変えようっていうのは結構難しいんですけど、軟骨部分、日本人に多いこう団子鼻、豚鼻みたいなのをこう軟骨部分を変えるのは結構セルフケアでも効果出せます。まずは鼻筋っていう筋肉を緩めていくんですけども、このちょうど触ってもらって硬いのが鼻骨ですね。で、鼻骨とその下半分の軟骨部分、この両方にまたがっているのが鼻筋という筋肉なんですけども、そこに指2本ですね、中指と人差し指を当てます。鼻自体ですね、これもコメントにすごく多いんですけども、あんまり刺激すると逆に鼻大きくなったりしませんか。もちろんね、あの刺激が強いとまた皮膚が擦れたりとか、皮膚の刺激で抗原繊維といって皮膚が硬くなったりして逆効果になることもあるので、まあ、絶対これもね欲張らずに優しい力でやっていきます。中指と人差し指でこの鼻筋という筋肉を捉えて、軽くですね、前後にこう鼻をシュッとね前にとんがらすような感じで前後に揺らしていきます。軽い力でね鼻筋緩まりますので、じゃあこれ30秒やっていきますね。で、まず中指を鼻骨で、薬指を軟骨部分に当ててフィットさせます。で、30秒いきます。で、よーいスタート。軽くですね、もうイメージでは鼻筋を作って鼻をキュッとね高く見せるような感じで優しくやっていきます。で、やりすぎてね、鼻血が出たとか鼻クソが出てきたとか、まあ、いろんなコメントもあるんですけども、まあ、本当にね、優しい力っていうのがすごく大事ですね。はい、ではこれで30秒ですね。これだけでね、ちょっと鼻軽くなります。そしてここからですね、片方ずついきます。まあ、どちらかでも結構なんですけども、まずは左側からいきますね。左をやるときは右手の小指をこの小鼻の際に当てて、鼻の穴を閉じるような感じで左から右方向に中心に向かって小鼻を押さえます。これもね本当に優しい力で押さえます。で、そして左手の中指と人差し指を使ってこの小鼻の横の頬の肉ですね、ちょうど上顎があるところなんですけども、ここの筋肉を優しくマッサージしていきます。で、小鼻が広がって鼻がね団子鼻横に広がっていく方っていうのは、こう普段の日常生活でのこう笑ったりとか表情でこう顔の筋肉動く
のが、まあ、関係してくるんですけども、笑うとここほっぺのお肉がギュッと外に開いてしまって、それで小鼻も一緒に引っ張られちゃうんですね。これが鼻がね大きく見えたりとか団子鼻になったりする原因にもなってくるんですけども、まあ一応セルフケアなので限界はありますけども、実際にまあ小顔矯正の中で頬骨自体を中に寄せながら同時にこうね鼻をちっちゃくする方法なんかもあるんですけども、まあ一応セルフケアなのでできる範囲でやっていきます。はい、じゃあ小指をですね、まず小鼻の横に軽く当てて少し内側に寄せます。だから鼻の穴が閉じるぐらい軽く寄せていきましょう。で、そして人差し指、中指を使って小鼻の横に当てて、ここを上下に軽く揺らしていきます。じゃあこれをですね30秒行います。ではまず小鼻に小指を当てて中に寄せます。で、そして中指、人差し指を当てて、で30秒いきますね。よーい、スタート。こんな感じで優しく、でちょっとね、あの場所を少しずつずらしながら上下左右に動かしていきます。揺らすのは上下ですね。ポイントを上下とか左右に少しずつ動かしていきます。この辺が普段こう笑ったりとかで外に広がった状態でこれ固まってくると、その固まった筋肉で小鼻が引っ張られちゃうんですね。はい、ではこれ30秒経ちましたね。はい、見てもらうとなんかもう感覚的に左側の小鼻がすっきりした感じありますね。ほっぺのあたりもなんか少し軽くなった感じがあると思います。で、普段やっぱりこう表情がこう凝り固まってしまって外に引っ張られた状態で固まってると、やっぱ小鼻もね、あの広がっていきます。また普段の笑い方とか普段のこの表情の使い方によって小鼻が引っ張られる可能性ありますから、まあ、そこはもう続けてですね、セルフケアをしていい状態を作って、それを続けることによってそれがねしっかり定着してくるように、1日ね3回ぐらいを目安に2週間から1ヶ月ぐらいを続けてもらうと、まあ結果がね少しずつ定着してくると思うので、ぜひね試してみてください。はい、では今回の、ね、動画をおさらいしていきますね。で、今回の動画は丸みをね一瞬で解消させる方法なんですけども、まあ、今までねたくさんあった中でも効果を感じれないって方はまた今回のね裏技をですね試してもらえたらいいと思うんですけども、もうすごくシンプルです。で、ミッション2つあるんですけど、まず1つ目はですね、鼻筋ですね。この筋肉を緩めて、まずは鼻周りを緩めていきます。で、これ指2本使うんですけども、中指で鼻骨のとこ、薬指で軟骨部分に当てて前後に優しく筋肉をね揺らしていきます。で、まずこれを30秒行います。で、鼻にね結構ニキビができてる方とか、鼻あんまり触りたくない方はできたら、まあ、鼻触らずこの土台部分でも多少効果ありますから、もう直接鼻触れない方は鼻ではないこの地べたの部分を触ってみてください。で、続いてミッション2ですね。今度は片方ずつ行うんですけど、小鼻をですね、小指を使って小鼻を内側に寄せます。そして反対の手でほっぺの筋肉を上下に、これも軽くですね緩めていきます。軽く上下に揺らしながら、マッサージしながら緩めていきます。これを片側30秒ずつ行います。で、左が終わったら今度左の小指で右の小鼻を内側に押さえて、で右手で上下に揺らしていきます。はい、これをすることで小鼻の丸みを一瞬で解消させることができます。まあ、このね鼻のね動画も今まで挙げた中でもですね、もうすぐに効果を感じれる方、そして本当にやり方合ってんのかなみたいな感じですぐに効果をね感じれない方もいらっしゃると思うんですけども、効果の出方はもちろん個人差ありますので、やってもし変化出なかったらもですね諦めるんじゃなくて、とりあえず1週間ぐらい続けてもらって、まあ、1週間ぐらい続けて変化なければ、また今まで試したことない動画をねたくさん20本ぐらい上げてますので試してもらえるといいかなと思います。YouTube のホーム画面のところにですね、おすすめの動画とかいろいろこう項目で上げてるんですけども、毎日動画をアップしてるためにこうどれをやったらいいかっていうのが分かんないよっていう意見がすごく多くてですね、小顔心のおすすめの動画をチョイスしてくださいっていうコメントもありましたので、ちょっとそこの動画内をですね整理して、小顔心チョイスのこれさえやっとけばいいっていう、まあ、目とかフェイスラインとかむくみとかたるみとかっていうその各項目のおすすめの動画をまたまとめて用意しますので、まあ、そちらもね参考にしてもらえるといいかなと思います。で、今回の動画を見てねいいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小顔心でした。